うちの、母方のお父さん、まあ、おじいちゃんなんですけど、まあ、新潟の、まあ、田舎のところで鉄でですね、こう飛び立とうとする、こうワシだったりとか、いいですね。もうすごいの竜だったりとか、これですね、溶接ってここのキャーってガンガンガンって叩いて叩いて、私小さい頃よく見てて、おじいちゃん穴蔵のこの一段下がったところで毎日毎日無口に作ってたんですけど、そういうの見てて、なんかまあ普通に感動っていうか、人間って無から有を作るもんだっていうふうには思ってたんですね。これはやっぱりその三種の神器とか、いわゆるその欲しいものがお金さえ入れそうばですね。手に入るっていう、それがまことしやかに成長してって、労働して何かを作るっていうよりも、あるものを買ってそれをそうで揃すえてね。くということに豊かさがありっていうふうになって、まあそれがましてかっこよくも思えたっていうか、まあ、片やちゃんとものづくりをやってるそう世で界すもあっね。て、でその当時は携帯電話もなけれそうばですパソね。コンもなかっそうたでんですすよね。ね、37年前、ないです、ない34で年す。前。その時にもうすでにそういうこうまあ何がその人間として幸福なのかっていうことというよりも、それが必要であっておしゃれであるっていうことに気づいたっていうのは、その創業する時のブレインの方々っていうのはまあすごすいごいね、あ先る見部の分明ね。だし、今まさにそれと多こ分当時の小売の業種、常識からいくと、あんなにたくさんの商品を手間暇かけて扱うっていうのはまあありえないっていねえ、う細常かいです識しだったんね。ですね。やっぱりもうその頃でもある程度商品はある程度絞り込んで、ある程度ロットで作ったものを仕入れるとか、やっぱりそういうふうにもうだんだんなってきてましたから、やっぱりあんな手間暇かけたら在庫の山になって多分立ち行かなくなるっていうのは、多分当時の他の流通とかやられてた方の味方の多くだったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではやっぱり立ち上げた頃の人たちのやっぱりそこの思いと、不動産会社だったからちょっとそこもよく分かってなかったからやってるかもしれないですいいけ意味ど、ですね。いい意味で。遠いから、人の集まりをしようっていう、逆に、それより施設なんとか利用しなきゃいけないって、そっちの方が強かったかもしれかなもいしんれなで、いですけどね。でもまさに怪我の功名の部分もあったのかもしれないですそうけど、ですでもすごね。くやっぱり当時の創業した時の初代の社長をはじめ、やっぱり非常にやっぱり強い、本当ですやっぱり思いっていうか、それはやっぱありましたね。本当ですね。なんかもう困ったら東急ハンズに行けばあるっていう、まあ、そのそうよ在く庫のね言われて。数イコールってことになると思うんですけどね。それからまあコンシェルジュ的な、まあ、その売り場コン売りサ場ルティンに、グそうセーコルンサルスティみングセたーいルスな。ですよね。いわゆるこう分かんないことがもうどこに行けばそうです何ね。が皆さん答えてくる、その社員教育にもなって、そのクオリティが、まあ、日本特有なおあつらいといあのおしつらいといいますかそうね、でおすもてね。なしといいますかね、そこの教育にもつながってきて、なかなか本当に素晴らしいシステムやなというふうに 思ってます。しかも不動産会社さん的には、私がちょっと想像するに、そこに集まる人たちの層、質って言ったら失礼かもしれないですけど、そういう、人のなんていうんですかね、層が、またその通りを歩いていく層が変わってきますよね、その建物にあるものによって。特に渋谷の場合なんか駅から離れてましたので、割とその周辺にやっぱりハンズが当時あるということで、それからパルコさんもパル近コくさんにもあいっましたたので、やっね。ぱりハンズパルコみたいなやつが渋谷文化の発信あ、そうで拠した点みね、たそういですな、ね、そうでした、やっぱそうりでそうしいた。う形で周りに自然発生的そうですにね。ちょっと面白いお店面白がいでできすたり、若い人たちの集まるね。スポットができたり、そうですやっぱりそね。ういう意味では今はね、何でも大型のショッピングセンター行っちゃえばそうそなれなんりです揃うんでね。すけど、やっぱり本来人間が生活活動してる場として、やっぱり街というのがね、やっぱりちゃんと機能するっていうのはやっぱり大事なんじゃないかそうなでというすふうに思いね。ますよね。まあ本当に土地建物だけの話のように見えるけれども、そこに集う人たち、そしてそれにまつわるまたお店もできたりとか、
あそこは先に、NHK さんと NHK か、さん、その先にまた東京、体育館ですあか、りますよありね、ますし代々木ね、公まあ、園とか。代々木公園もありますしね。で、まあ、本当におっしゃったように、文化の、まあ、本当に東京のいい文化の集合体といいますかね、そういう地域が出来上がったね。だから何を作るかっていうのは、街づくりの本当に原点といいますかね、図書館があって学校があってそうと同ですじようね。に、でハンズがあってって言ったら、なんか非常に人としてのものを作ることの至福の喜びっていうものがまた再燃するといいますかね、中心スポットに そうですいね。やなるんじゃないかなと思ってましたけどね。まあ今ね、なかなかでももう皆さんど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 んこう駅周辺に新しい商業施設できたり、まあちょっと地方行くと車社会ですから、もう郊外にそうなんで大すきよ。なショッピングセンター行った方が皆さん便利だし、そうなんですよ。寒さ暑さないんですけど、まあでも逆にちょっと、まあ我々もこう仕事を含めてこう地方都市なんかもこう出張でね行く機会があるんですけど、やっぱりもうなんか中心市街地の半端じゃない寂れ方を見ると、まあ非常になんかこう一方で寂しい思いがしますよね。本当にね、もう確信のような話になりましたが、私がそのトラディションジャパンを立ち上げたっていうのは、まあ私生まれが田舎なもんですから、どちらまあなんで柏すか？崎なんですよ。なるほど。新新潟潟でなんすでね。すね。で、まあご存知の通り、原子力発電所、まあ、柏崎の市内はですね、まあ、そこにある程度の自商然、業、ね、商業のはい、それ商が店成り街と立ってか、るわけで、まあ、こういう形になってしまうと、もう本当に立ち行かないような状況になりますそうね、ですもう見てね、ても。で、シャッター街が多くて、そうでまあ、地す震もありね、ましたしね。そこからさらに山の方に入っていくところに私生まれたんですけど、田舎の電気屋さんです。松下電器で、電気屋さんがやっぱりモットーとしてるのは、売るだけじゃなくてアフターサービまあス。特に地 域のそうそうでですすよね。で、ね。運ぶ、運んでコミュニケーションしてると、おばあちゃんたちそうですがよね。ね、元気とか、そこで一つ、介護ではなそういでですすけよど、ね。パトロールではないですけど、まあ、そういうことで会話も生まれ、まあ、母なんかは買い物に来ると、買い物した以上のものをあげちゃうみたいな。いいですよね、それで、リポね。ビタンであげちゃうみたいな、元気出してねみたいな。まあ、本来人間として何かそうでそうすいうよお金以外の潤いって言いますかね、軟骨みたいな それでフレキシブルにで動く。も本当に商いの場ってそういう地域の商店街なんかもやっぱりこう毎日こうね顔合わせながら、やっぱりこうコミュニケーションの場だったそうのですが、ね、おっしゃる通りだと思います。なんか今ね買い物難民みたいになっちゃってそうです ね。だから話し相手はネットだみたいな、もう何でも教えてくれるから。でも、何でも教えてくれる目的だけを達成するっていう、まあ、それももちろん必要なことなんですけれども、やっぱり行ってひらめいて、そこまあでそうです聞いよね。て、で、なるほどと思って、またひらめいて、で、何フロアに行ってってそいうでう、すまあ、それね。が昔であれば平面的な、まあ、豆そう腐で屋すさんとね。かいろいろ、まあ、お料理の素材を買いに行くのに、まあ、歩いたわけですよね。そうです次はね。ここ魚屋さんそうで肉す屋さね。ん豆腐屋さんとか、あ、電池忘れちゃったから電気屋さんとか、今それが1個でそうですね。すべて ね。全てできちゃうっていう。